こんにちは。今日はレイヤースタイルをやっていきます。重めのレイヤースタイルなんですけども、前回、ちょっとウルフっぽいカットやったんですけど、今日は下を詰めてちょっと重めな感じのレイヤースタイルですね。なんだけど顔周りこう結構こう切り込んであるようなスタイルをちょっとやっていきます。で、まあ、いつもと違うのが、まあ、ちょっとこの表情違って、これ分かりますかね、こんな感じのちょっとこう重めの面の上に、まあ、レイヤーが乗っかってるようなスタイルで、まあ、今ちょっとこう人気の、まあ、切り方でもありますので、この動画最後まで見ていただけたら、まあ、ちょっとこう人気のレイヤーカット切れると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。では早速切っていきます。ちょっと前髪と、まあ、表面若干切ってあるんですけど、下を詰めて重さを出していくような感じにします。でまずイヤーツイヤーですね。で重めにしたいので、今回はアウトラインまっすぐ上げない、こう上げるとやっぱ上げた分軽くなっちゃうので、バックはまっすぐいきます。真下でまっすぐ、結構アウトライン切るときなんかもこうやって回り込んじゃうと上がってしまいやすくなっちゃうので、真後ろですね、真後ろに立って切ってあげた方がまっすぐしっかり残しやすいですね。これですね。そしたらサイドに切ります。サイドはまっすぐの延長からやや上げ気味でいくんですが、最近だと結構緩やかに上がっていく感じですね。お客様でやる場合だと普通に前上がりだとここからこうやって上げていっちゃうんですけども、このまっすぐで切ったものをそのまま延長で切るような感じですね。結構お客様だとこう肩があるので、こう 肩までこう持ってきて切っていくような感じにしてあげると、全然上がらずに気持ち前下がり気味で重ためなアウトラインができるので、そこを一回切ってから中の毛出てこないように切ってあげるとさらに綺麗に切れるので、結構アウトラインも肩まで引いて切る場合とこの首に沿わせて切る場合で上がり方だいぶ変わってくるので、その辺ちょっと切り分けてあげるといいと思います。で今回はあまり上げたくないので、このまっすぐな延長のままなんとなく上がるような感じにしていきます。それでやっぱり肩よりか前に出した時にここでこう真横とかですね、結構溜まった感じになるので、そういうラインを設定します。で顔周りはしっかりレイヤーが入っているスタイルを作るので、今日は45度でいきます。45、パネルに対して垂直、結構切れるところがないかもしれない。この延長ですね、すみません、これぐらいしかちょっと切れないので、でもアウトライン切って厚みを出すので、しっかり変化出しますので、逆にいきます。逆もさっき言った意味がわからない方いると思うんですけど、肩がある場合は普段お客様だとここで切るんですよ、こうやってじゃなくて、そうやって切っちゃうとここからグッと上がってしまうので、肩に乗せる感じでこう延長で切ってあげる。伝わりにくい。こんな感じですね。で、
かまりいきます。45度ですね。できたら45度、ワンレンの角を残して切る感じです。ただこう45度ここからつなげて切ってある、これカットされてるんですけど、一番いいのは45度落としてください。落としてワンレン落としてから切り上がる皮回りがいいです。で、前髪までつないでしまいます。センターパートの前髪ですね。そしたら今日トップをレイヤーしっかり入れるので90度でいきます。前髪からパネルですね。分け目真上で3パネル90度オンベースですね。でセンターパートの分け目付近を切り揃えます。で分け目を入れます。そしたら、まあ、レイヤーを入れるんですけども、オンベースですね。でこう下グラでいきます。グラデーションで逆です。レイヤーですね。で下グラ、こんな感じですね。そしたらバックにいきます。まずは真上、トップ真上ですね。真上で出てくる斜めの延長ですね。これ3箇所、3パネルいきます。で表面部分に、まあ、レイヤーを入れていくんですけども、A の部分ですね、一番上表面になる。で反対側の表面いきます。表面切って、下切って、その間を再度グラで切ったので、グラデーションのラインでなんとなくつなぎます。がっつりグラデーションじゃなくていいので、これ切られてあるウィッグなので、表面切ってアウトライン切って、その間をなんとなくこう角を取るような感じですね。角を取る、グラデーションのラインでつなぐような感じ。こんな感じですね。で、今日一番下つながないです。表面を切って、まあ、中間と一番下は結構もう面と厚みを残して表面だけで動かすような感じにするので、今日はこれでちょっとブローして、ドライカットしていきます。ちょっとブローしてセミングまで入れてみました。こんな感じですね。顔周り45度で引いてあるので、そこからまあ前髪までつながっているので、まあ、前髪流しちゃってるんですけど、結構こう高い位置からこういう風に段差が入ってきます。で、あとはアウトラインをまっすぐ切って下つなげてないので、前から見た時に、まあ、ここにこれだけこう厚みが出る感じになります。お客様の場合だと、まあ、肩よりか前に出した時に、まあ、しっかり外跳ねしても横に厚みとボリュームが出るような感じになっているので、こんな感じですね。あと見ていただきたいのがバック、この表面だけ切って下ほぼつなげてないので、こういうワンレンの面の上に軽くレイヤーが乗ってくるような感じになってきます。これがなんか
全部こうレイヤーでつながなきゃいけないっていうのが、まあ、最近なくなってきて、まあ、重めにしたいとか、まあ、韓国風が流行ってるからっていうのもあるんですけど、顔周りはすごい切り込んであるのに、スタイルが重めで全部、まあ、つながない。例えばこれ、まあ、切ってないウィッグだったら本当にワンレンか気持ちや前上がりで切って、顔周り切って表面だけレイヤー入れるとか。でも顔周りは綺麗に切り込まれているので、まあ、巻いても動くし、まあ、ブローサイドも動く。だけど端から下はワンレンみたいな重さがストーンって残ってて、その上にこういうレイヤー部分だけが動くっていうのが結構、まあ、今っぽいスタイルなのかなと思うので、やっぱそこは、まあ、ちょっと年代、例えば50代の人のロングだったらこう切らなくてもいいだろうし、20代のレイヤーだったらこう切った方が今っぽいのかもしれないし、お客様の求めているものに合わせて切り分けてあげるっていうのも大事なので、なんだろう、きっちり全部つながなきゃいけないっていうのを、やっぱりそこをちょっとこう、まあ、昔の美容師だと結構そうしてしまいがちなんですが、今はこう柔軟に必要なとこだけ切ってっていうのも、今は結構こういうのも流行ってるので、でちょっと今ブローしたんですけども、まあ、半分だけ巻いて、まあ、重さがある感じちょっと作っていきますので、じゃあちょっと巻いてみます。ちょっとスタイリングしてみました。こちら側ですね、巻き髪ブロースタイルになります。結構本当にこういうスタイルって、まあ、切り方様々で、外羽を入れてここ流すんだったら別に盤面でも同じ風にいけるんですよね。で、こうやってレイヤーが入ってても、まあ、同じ風にはいけて、まあ来たお客様のスタイルが、まあ、1連だったら1連みたいな感じで作ってあげた方が多分いいだろうし、レイヤーが入ってるお客様だったらそのままレイヤーのままこうやってレイヤー入ったまま作るのを教えた方がいいと思うので、まあ、すごく変えたいってお客様だったら段差がないものからある風に切ってあげて、こういう風になりますっていう説明でもいいと思うし、まあ、本当に切り分けですね、切り分けが一番大事になってきて、その来たお客様に対してどうやって切っていくのか、でそのお客様がどういう手入れをしてるからこのカットをするっていうのをやっぱ考えて切ってあげるっていうのが大事になるので、あとは長さがあるものに対して本当にこう毛先の表情がすごい様々で、やっぱ段差があって前上がりになってたら、まあ、これほどたまらない、たまってこないので、やっぱりたまってある画像が持ってきたお客様に対してはこういうふうにたまってるものがいいのか、引き上がってる外羽がいいのかって確認も必要になってくるので、まあ、その辺もカウンセリングしながら聞き分けてあげると、まあ、失敗がなく確実に似合うものが提供できるかなと思いますので、まあ、今日は重めなんだけどしっかり切り込まれてるっていう風な、ちょっとレイヤースタイルをやってみました。別にこれロングでも、まあ、肩とかでも全然使えると思いますので、アウトラインの表情とここですね、本当に面の上にレイヤーが乗っかってるみたいな、こういう表情のスタイルっていうのが今結構多くなってきてるので、まあ、それもちょっと伝えたかった一つなので、ぜひ明日からロングのお客様やっぱ多いと思うので、ぜひ参考にしてみてください。ではまた。